皆さんこんにちは。今回はネジ用限界プラグゲージの表示現行実編をテーマにお話ししたいと思います。現行実のネジ用限界プラグゲージにはこのような表示がされています。それぞれの表示にどのような意味があるか解説していきます。ゲージハンドルの左側にある GP は通り側を表し、ゲージハンドルの右側にある NP は止まり側を表します。 OSG のゲージには止まり側に止まり側用表示溝があり、止まり側が簡単に見分けられるようになっています。中央部にはネジの種類、サイズ、精度が表示されています。今回のプラグゲージの場合、 M はメートルネジ、その後ろの10はネジのサイズを表します。かけるの後の 1.5 はピッチ、その後ろの 6H はネジの精度を表します。表示からこのプラグゲージは M10 のピッチ 1.5、 ネジの精度 6H のゲージということがわかります。測定するメネジの種類や精度と使用するネジゲージが一致することを確認してからお使いください。今回はネジ用限界プラグゲージの表示現行実編をテーマにお話ししました。ありがとうございました。